おはようございます。画家の木曽です。今日もやっていきましょう。作家さんいらっしゃいということで、本日またなんかこうちょっと変わったというかですね、後でお話しますけども、ゲストに来ていただきました、西原敦史さんです。こんにちは。はい、こんにちは、西原です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう先に言うときますけど、僕の高校時代の、はい、友人のおじさんですか。そうですね。本当に偶然なんですよね、はい、これね。本当にびっくりしました。びっくりしましたよ、もう。じゃあちょっと簡単に自己紹介していただいてですね、よろしくお願いいたします。はい。私、7年ぐらい前に仕事を退職しまして、それから日頃はもうテニスだけをやってたんですが、ちょっと家内の、案内もあって、絵の教室が三郷町で開かれてるんで、どうやという話だったもんですから、私も小さい時から絵は好きではありますが、なかったという記憶はないので、じゃあ一度、試しに参加しようかなと思ったことがきっかけで、そこから、これまで、適当に絵を自分勝手な絵を描いて、参りました。だから経験はまだまだ浅いので、何か教えていただくものがあったらと思って、YouTube、見てたら小木曽先生のこの話があったんで、ちょっと、クリックしてしまいました。よろしくお願いします。今回の第一次募集という形なんですけど、全員に一応出てもらう予定にしていますが、もう僕は基本的にこう選びたくないんですね。もう全員来た人、ただもう1日ぐらいでバーッと来たんで閉じたですけど、その中でですね、まあこう今回西原さんで、あれと思って、で住んでる地域もその僕の友人の、まあもう名前出して言うから、カオル君という今美容室とジムを経営してるの、いやーまさかそのおじさんやっていうのでもう驚きまして、まあ僕は本当になんていうか、今でいういじめというんですかね、丸坊主にされたりですね、ひどいことをされて、その写真も今載せてますけど、冗談ですよ、僕がこう受験の時に気合い入れるために坊主にしてくれということで、彼はですね美容師に本当になりたいって高校時代から言うてましたもんね。うん、そうですね。めちゃくちゃモテましたよ。そうなんですよ。そうなんです、ね。おじいちゃんの方もすごく男前で、2人揃ってね、小学校中学校はとにかく郵便ポストにチョコレートの数が多すぎて入らない。うわ、そういうことが年ありまして、いつも親と一緒に、はい、まあうちの姉の子供なんですけど、はいはいはい、本当に入りきらない数がどっちが今年は多いやろみたいな話をしてましたね。一応大学の先生をされていたんですよね。そうですね、工学系の大学で、やってました。どういった分野の専門だったんですか。自動車が専門ですので、その自動車の内容をいろいろ教えてましたね。ああそうですか、ありがとうございました。いやだからいろんな人とこう話したりとか、まだこう書き出したばっかりということなんで、まあ、私個人的には今回の企画というのは絵を批評するわけではなく、こうしたらとかっていうことではありませんので、まあ、今後どうしていきたいかとかですね、こういう画材の使い方どうしたらいいんやとか、なんか公募展とかに出されてたりするんやったらそれに対してどうなんやとか、まあ、その程度のお話ぐらいしかできませんけども、ちょっと早速ですね、こちらの作品ですね、こちらタイトルは大地の友、こちらの作品ちょっと紹介を少ししていただけると嬉しいなと。はい、これは絵を始めて数年してからすぐにコロナになりまして、でどこにも出ていけないということで、ちょっとその絵の教室をされた先生が、自分のところの庭で私大きな絵描いてるから、まあ一度経験したらどうですかっていう案内で、その先生のところお庭に行って、4月ぐらいですかね、2020年4月から3ヶ月ぐらいかけてその絵を、まあなんとか完成させたんですが、まあその当時は何を描いていいかわからないので、描いては消し描いては消し、だから S100 号ですのでかなり重労働な感じで、絵ってこんなに大変なことをやるんだなと思って、
いい経験をさせてもらいました。え、もう全くほぼやったことない、もう小学校中学校図工とか美術以来絵筆を握っていきなり100号ですか？そうなんです。そうなんですか？まあ、あのメモ用紙にちょこちょこっとね、はい、漫画的な絵は描くんですけども、はい、あんなにペンキみたいなね、ペンキじゃないけどペンキ用のあの大きな筆ありますよね、はいはい、あの筆をもう本当に1メーター60センチの四方のあっこっち隅からバーッと塗りたくる、はい、これって絵なのか、なんか庭の作業なのかわからないぐらい本当にびっくりしました。これこの時でも一変しました。要はコロナがもう本当にこう、まあ、一番こうみんな緊張感を持っていた時期ですよね。2020年4月って確か。そうですね。その時にこう先生の家行って庭で絵描いてたんですね。100号描かすってなかなか僕らの業界では。いや、その先生がもともとね、小さいもので50号で、まあ、私のこの横で同じ庭で、うん、その人が130号を3枚まとめて買って、僕はその100号を2枚書いて、でこっち書いてあっち書いてっていうことをしながら、で後でゆっくり日改めてまた見たらちょっと良くないな思って、また白で塗り消してまたこうっていう、で結局4月から始めて書き終わった多分9月に入るか入れへんかぐらいですね。だから炎天下も入ってましたね。え、ちょっと庭は何かあるんですか？プレアブというかこう、あの屋根があったりとかそういうことですか？いや、何もないです。え、炎天下。で、あの、やっぱの木があるから、それを、あの、まあ、頼って立てかけた、その状態。元は芝生ですね。そこでこう、とか開いてるっていう状態で。多分こう視聴されてる皆さんがいろんな今疑問が湧いていて、外でそこそこ大きい、要は130号ということは2メーターありますもんね。130×160×2m の3枚立てかけてるか、3枚立てかけて、で私はその反対側の、まあ、あの垣根というかそういう木に頼って100号を2枚立てかけて、で朝10時ぐらいに行って夜5時6時ぐらいまで書いて、それをまあとか隅の方に立てかけて直して、でまず次の日に行ってっていう、もうそれを毎日ずっとやってもらった。いろんな僕絵描きさんのこと知ってますけど、今まででなかなかなタフなジャンルに入るお話ですよこれ。どんどん多分それが初見やから、あまりにもこうこれが普通かなと思うかもしれないですけど、僕らからすると普通に家の中で冷房効いたとこであのねイーゼル立ててモチーフを組んで、ね、描くようなのが一般的ですけど、いきなり 100S を、私もそういうものがあの絵を描く作業かなと思ったんですけど違います。めっちゃくちゃ面白い。こう絵の批評をこれする機会じゃないんであれですけど、この絵めちゃくちゃ僕好きですよ、はい、あのお世辞抜きに。僕のファンなら絶対分かります、これめちゃくちゃ好きやろうなって。なんかね、あの土の感じみたいなのがまさに土の上で描いてるのが伝わってくるというか、でうまくはもちろんないんですけど、うまさなんか求めなくて、あの本当にダイレクトに、なんかわからんけど人を描いてみたり、ああ違うかなってい こうやり取りがすごい見えて、でそうい こう痕跡が、はい、あんま批評をやめます。次の作品ちょっとこちらの作品はすいません、どういった作品です。こちらでいいですかね。タイトル、アダの世界かな。あ、アダの世界、はい、これは、うん、あの私ここ三号町なんですが、はい、隣にイカガチョウっていうの、はい、法隆寺に、はい、あの有名な番地があるんですが、そこであの展示会がありまして、でそれをまあいっぺんその大きな絵を描いたもんですから、あのその25ぐらいのクラスだとあまりこう負担もないし、家の中で軽々と描けるなと思ったんですが、さていざ描こうと思ったら何を描いていいかわからなくなるんですよね。はい、はい、まあ、未だに多分そうなんですけど、でどうしようかなと思って、で家であのこれまで仕事で使ってたこんな、え、この絵は、私の絵は映るんですか？映って、もちろん映ってます。はい、はい。こういう黒テープがありましてね。うんうんうん、で、この黒テープで、うん、あの、斜めの線とか、こう、いろんなものを適当にこう、うん、ぐじゃぐじゃと
まあ、一応線を描くというか、うん、テープで貼るんですけども、うんうん、その、まあ、隙間にいろんな色を塗っていってると、そのうちになんか形がこんな感じかな、あんな感じかな、イメージが湧いてきたんで、そこに思うような色をこう当てていって、うん、で試行錯誤で最後はその状態になったんですよ。なんか、なんかわけわからんけど、なんかちょっと色も面白いかなと思って、うんうんうん、もうこれでいいのかな、うん、でその先生にしたら面白いからいいんじゃないのって言ってくれたんでね、うんうんうん、でもうまあこれ一遍出してみようと思って出したんです。うん、そしたら、佳作いただいて大喜びです。その、発想の出し方というのが、あんまり実はまあ美術界の中であるんです、あるあり方なんですけど、こう意外と皆さんそういうやり方っていうのを痕跡とかから見えてくる形であるとか何であるとかっていうことからこう、ね、具体的なものが湧き出てくるというのは歴史的にあるんですけど、実際にやられてるっていう今の現代の人ってすごい少ないので、いやアプローチもすごく面白いですし、非常に僕も今日あんま褒めてあかんんですけど、あれすごいいいですよ、うん、いやそう言っていただくとありがたいです。なんか着想の仕方、まあこの僕がこうこの企画を立てたにふさわしい方が出てるような感じがして、書き出しの段階とか絵を始めた時とかって何書いていいかわからないっていう人が多くて、もうそこで止まってしまうんですけど、そこでなんとか捻出していくパッションが僕すごいこう好感持てるなと思いますので、じゃあつまり次の作品ですね、はい、こちらの作品を、うん、小学生の女の子がランドセルを背負ったような写真がまあたまたま見つかったんで、うんうん、その子の絵を何となく雰囲気を出して描こうかな、うんうん、で女の子の顔は描けたんですけど、うん、で終わったんです。そこでもう止まってしまって前進まなくなって、うんうん、でさあどうしようかって、で先生にちょっといろいろ聞いたら、うん、いやもっといろんなものをにぎやかく入れたらどうみたいな感じ で、うんうん、でそうすると私ところ、まあ、昔から犬飼ってたり、昔は私子供の頃猫飼ったり、うん、まあそういう動物が周りにいてたんで、うん、かといって犬猫飼っても描いても、まあ、もう一つ面白くないので、うんうんうん、どうしようかな思って、本当にちょっとなんていうのかな、色も決めずに、うん、なんか波を描いたりなんかこう、うん、そう落書きをしたんです、その絵に、はいはいはい、で落書きしてたらなんとなくアシカのようなものの形に見えたもんですから、はい、もう こうしようアシカが飼ってるこの子供がアシカを飼ってる、はい、飼えませんけど、はい、はい、そういうアシカが家でこの、うん、女の子をの学校の帰りを待ってるとい こうイメージを持って、まあ、足でそれ以外それでもまだちょっと いろんなものをもうちょっとなんか入れないとねみたいなことを教えて、まあ、指示してもらったんで、あと何にも書くものないし、もうエイヤで最後周りに丸やペケ三角やわけのわからんものを入れちゃって、もうこれでもう妥協してもう出すっていう感じですね、もう半分諦めのような、面白いな。アシカが波っていうのはなかなかこの発想はなかなか、僕はまあ正直このランドセル背負った女の子は もっとなんか面白おかしくね、写真に引っ張られず描いた方が面白かったやろうなとは思うんですけど、やっぱアシカのこの波と後ろに僕らがなんか三角丸みたいな、三角とか波みたいなんと、でランドセルのこの赤いこう丸に見えるんですよねこの辺のリズムがなかなか、いやなんか何もね基礎知識が多分、でもそれは今まで培われてきたそういうこう現場の教育の現場の何かがうっすらと反映されてるんでしょうね、よくわからないですけど。いや俺も奨励賞もらったんですよ、はい、いやこれでなおかしいなとは思ったんです。いや正直僕多分審査員してたらなんか賞あげますよやっぱり。
ああそうですか、うん、それぐらいなんか面白いなと。ただあの偶然は偶然で起こってはいるんですけど、あのすごくこう必然的な印象みたいなのとか、あの熟考されきった感じの先にある何かがあるんですよ適当じゃないですよ、まあ、すごいそこが大事で、適当って誰でもできるんですけどこの波とあのね、これはに関してとか、この赤いと緑と青との線と、これすごいリズムがね、すみません、こちらの作品を。ごめんなさいね。高評価、いやどんどん高評価になっていってしまいそうで、僕が結構好きなんで、いやいやはい、こちらの作品はどうですか？オクトロかな、レモンの会展示会。あ、オクトロね。はい、これは、この今年4月に、あのこの三五町であるあのレモンの会っていう洋画会みたいな会がありまして、うんうんうん、そこであの定例で、うん、あの毎年この時期に展示会するんですね、うんうん、で1人3点ぐらいまで書いてくださいみたいな感じで、うんうん、でもう本当にこれももうちょっとどうしようかみたいな感じで、で日頃ちょっとあのこういうあの奈良県、三重県、和歌山県でこう3県またがったこう、うん、あの県境がまとまった部分がこの、うん、あの道路八丁っていうところがありましてね、有名な観光地なんですが、うん、そこへ行くとこういう風景見えるところがあるんですね、うん、ここを、まあ、昔からちょっとこの雰囲気の絵を描きたいなと思ってたんですけど、うん、まあ思ってるほどなんかね、もうちょっと迫力があるような絵にならなかったんで。難しいですよね。上手になってほしくないんですよね、僕個人的には。やっぱり普通で言うとね、例えば雲とか、僕らからすると、はい、ね、あの小学6年生か中学1年生が描いたような感じの雲なんですよ。でも、はい、例えば緑のこの森とかも、奥行きがやっぱりないんですよ、僕からすると。でも、やっぱりそれを出す必要はないように見えてくるんですよね。この辺がすごい難しいなと。で、まあ、次の作品ちょっと最後の方までいっちゃいますけど、こちらの作品、はい、だからこの辺りの、まあ、うまくならずに、やっぱり基本的、これは三号町のレモンの会展示誰の仮面という作品 F4 号、はい、これね、あのさっきの絵もなんとかこう間に合うようには書いたんですが、うん、最後もう一枚描かなあかんと思ってね、あの、まあ、言われてましたんで、はい、で F4 サイズだとちょっとこじんまりしてるから、まあなんとか描けるかな思ったんですけど、いやーもうこれもさっきと一緒で、さあどうすればいいのかっていうので、もう仕方がないので、さっきのこの例のテープを利用して、まずは線、適当に直線の線を張って一個だけぐるっと R を、円ではないですけど、うん、R をくるっと入れると、うん、あれ何やろうなと思って、最初は顔のつもりなかったんですよ。だから、はい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 、題名も後でつけましたんで、はいはい、顔のつもりなかったんですが、いろいろ色を振り分けていったら、あ、なんか顔に見えそうにもあるかなと思って、で、目がそこにこう2つできたので、もう あとはもう、顔にしてしまえみたいな感じで、でも顔だと耳が耳の場所にあっても仕方ないので、もう全部鼻だけは、うんうん、目と鼻はまあ位置はそこに置いといて、うん、で口はってまあ耳入れたら、一応なんかあの失敗したら仮面のような風になるかなという感じで、まあ、あとは色を貼り付けました。完全になんか知ってるか知らずかわからないけども、自然とキュビズムができてるというあ、そういやー、なんかやっぱ僕個人的にはこの発想の仕方の方が先ほどのオクトロとかよりは好きです。あ、いや、一緒のこのレモンの会の人もみんなこれをね、いいって言ってくれて、うんうん、で一人はこれ F4 なんですけど、はい、これの大きなサイズを見たいって言われてる人が誰かいてて、いやー描けるかな、描きたいなと思うけど描けるんかなと思って西原さんの場合はなんかこうゼロスタートでやっていった時の発想が面白くて、要は
今この4号を100号に直そうなんていうふうに考えたら多分面白くないと思うんですよ。例えば奥トロの風景の写真とかっていう、こうスタート地点が1ある写真とかね、あの現場の風景1とかなんかあるよりは、奥トロの印象をもう何も見ずに何か発想していくとかっていう方向に持ってった方が多分あのいいと思うんですよ。あのどうしてもちょっとこううまく描こうとかで人ってしてしまうんですけど、そうじゃなくて、これはこうなってこうなってっていう絵の中でのこうちゃんとした遊びみたいなのがあって、僕個人的には絶対こっちとか、うん、あ の方を奥トロより好きかなと。あのこのアダの世界とかですね、一番初めのもなんかそういう感じがするんですよね。あのやっぱりこう帰って帰ってねのやっぱランドセルの女の子の1スタートが始まってるよりは、はいはい、まあなんか日常からそういうこうあの図として見るというより、発想いろんなものを図として見るんじゃなくて、発想の起因としていろんなものが見えてくれば面白いんじゃないかなというような感じがしたりとかするんですよね。だからあの僕がいろいろな人見てて 98% ぐらいはまず図から入っていくんですけど、そうじゃない発想をしていくスタートをしてるだけで、あのまず大きなこうアドバンテージがあるんちゃうかなっていうふうに見えるんで、ぜひぜひ頑張ってください。最後に聞きたいこととか何かあの質問などあればぜひぜひよろしくお願いいたします。いやまああの いろいろあるんですが、例えばあの最後の絵でですね、うん、あの色のこう配色のバランスっていうなんかこう、うん、考える術かなんかあるんですよね。こういう方法で物事をこう見るようにとか、なんか色の使い方、まあ、何にもわからない。おそらく僕らの業界やったら色、あの一点っていうカタカナ一点の色彩論っていう本があるんですね、はい、でおそらく美術系のあの大体色彩学とかを学ぶ人は一通り例えば読んでみたりとか、あとはバウハウスですね、バウハウス、ドイツのバウハウスですね。例えばモンドリアンであるとか、バウハウスとかのなんとなく多分もう学者の先生なんで、そのあたりとかを本当にこう勉強していって、どっちかというと絵の技術のうまさよりも美術史の中でその抽象表現主義が出てきたであるとか、そういったこととかの流れであるとか色彩についてであるとかっていう方向のこう学びを深めていく方がおそらくいいんじゃないかなと。こう今から例えばデッサン上手になってなんかっていうことは僕はせん方がいいと逆に、ああそう、うん、って思いますよね、はい、楽しい絵に向かえばええのかなとは勝手に思ってるんですけど、うんうんうん、楽しい絵のもなかなかこうわけが分かりそうで分からない難しいところがあって、まずは色というのをなんか自分なりにそういうもののこう組み合わせとかっていうなんかそんなこうものを勉強する 手立てみたいなものがね、まあ、なんかあったら、うん、まあ多分一点の色彩論だったと思うんですけど、まああのあたりがあれかなとは思うんですけど、僕個人的にはそういうことじゃないタイプで、なかなかこう僕の YouTube の中では紹介できないようなあの人、例えばあのクレイの日記っていうのがあるんですよ。今もう絶版になってると思うんですけど、はい、パウル・クレイですね。パウル・クレイの日記とかは学生時代読んで面白かったなって思うんですよ。おそらくそういうこととかキュビズムとかの例えばブラックとピカソの関係ってどんなもんなんかなとかっていうこととか、なぜこう抽象表現主義が出てきたのかとか、その前のキュビズムがなぜ出てきたのかとか、20世紀の美術のこう成り立ちみたいなものを、まあ、それ以前からも含めなんですけど、どちらかというとそのあたりをあの勉強していかれたら、自分の作品というのが意外とこう美術史の中にちゃんと組み込まれているジャンルなんですよ。実は自然とできてるんですよ、それが。それが面白くて、
で、じゃあ、うまさみたいなものじゃなくて、美術史の中で20世紀の美術がなぜこんなものが出てきたかっていうことをちょっと理解とかすると、ちょっと面白くもっとなってきたり、過去にやっているから、じゃあ今度現代の私は、こういう表現ができるんじゃないかとかっていうことの発想をこう膨らますきっかけになるんじゃないかなっていうふうに聞いてて思います。うまくなんかならんでいいです、絶対やめてください絶対やめてください。やっぱ多分うまくはなりませんので絶対やめてください。それはもう本当ありがとうございました。もう非常に楽しかったですし、まさかこんなご縁で、そしてこんな発想の豊かな、はい、うまくなろうとしないでください。とにかくそれがまず大事です、はい、なんか上手に書こうとか、なんかこう楽しんで、はい、楽しんで、ぜひぜひ続けられていただければと思います。ありがとうございました。本日の、はいはい、ゲストは、はい、西原敦史さんでございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。じゃ、お願いします。